はい、青春姫路時、今回は地元に愛されたジーンズショップベイブルーさんの閉店セールにお邪魔してみました。こちらね、看板の方にはね、リアルコンセプトショップとね入ってますね。ではね、早速ちょっと店内の方を見てみましょう。店内の方なんですが、見てもね、わかると思うんですが、もうほとんどの商品がもうね、売却済みになってますね。もう棚とかね、ちょっとそういったものがまだ置いてあるぐらいなんですが、こちらの棚の方ももう売却済みという札がついているので、もう販売の方は終了しているかと思います。店内ね、すべての商品がね、90% オフというね、張り紙もされているように、かなりね、思い切った感じでね、閉店セールの方をしているのかなと。そういったところでね、もうほとんどの商品がないというのが現状かと思います。とはいえね、今回ね、こちらベイブルーさんの方のね、ノベルティグッズの方を購入してきました。またね、ちょっとしたものなんですが、プレゼントの方もいただいたので、そちらの方も後ほど動画の方で紹介してみたいと思います。こちらカウンター周りになります。こちらね、G-SHOCKのラバコレですね、ラバーズコレクションの方がショーケースの方には入っています。で、こちら棚の上の方にはですね、ペプシのボトルキャップのスターウォーズのね、ファーストモデルになるんですが、そちらがね、コレクションボックスとフルコンプの状態でね、こちらディスプレイされています。こちらの2点はね、非売品ということでした。はい、こちらの3点をね、購入したり、いただいてきたりしました。こちら端からね、ちょっと紹介していきたいんですけれども、こちらね、もらったんですけれども、リーバイスのね、多分、こちら書いてあるフットナンバーがね、701SWX のね、サイズ28が入っていた、多分外箱だと思うんですけど、こちらディスプレイに使われていたんですが、ただね、もう使わないのでということで譲ってくれました。で、中はこんな感じですね。結構中は綺麗なんです。これだけね、色がね、色あせてしまっているので、まあ、それはそれちょっとね、雰囲気が出てるのかなと。こういった感じで、ね、この中にね、多分ジーンズが入っていたものを、もらってきました。それとこちらですね。こちらね、リーバイスのね、店頭用のね、多分ポップだと思うんですけれども、各ね、パーツがね、細かくね、紹介されているようなものになります。こちらもね、もう使わないということで譲ってくれました。で、買ってきたものなんですけれども、買ってきたのはこちらになりますね。こちらね、ウェアハウスさんのね、販売促進用のノベリティグッズで、デニム地を使ったね、店頭用のね、ポップになりますね。かなりね、こちら、厚みもあるし、結構大きさもあるんですよね。で、こちら、端部の方がね、ジーンズ同様赤耳になっているのがね、こちらわかるかと思うんですが、結構ね、ポイントじゃないかなと思います。で、こちらね、印刷というかね、ノベリティなのでね、どれだけのものがね、印刷されたのかわからないんですが、結構この辺なんかね、こう、テカっているのがわかるかと思うんですが、ペンキで塗ったような感じで、ね、ちょっと印刷かどうかもわからないので、本当はね、一度洗おうかなと思ったんですがね、その辺洗濯に耐えれるかどうかもわからないので、ちょっと折り目がついただけでもね、ちょっとこういった感じで、シワのね、ところでね、色落ちなんかもしているので、このまま使おうかなと思います。こちらね、ウェアハウスさんのノベリティグッズを、こちら1000円でね、購入してきました。ね、これ結構大きいので、またね、ちょっと秘密基地の方にもディスプレイしてみたらいいのかなと思って購入してきました。こんな感じでね、今回ね、地元に愛されたジーンズショップベイブルーさんの方にお邪魔してきました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。また、おすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。